野見投手内容はいかがでしたか。そうですね、あの球数も少なくね、テンポも良くてね、はい、まあ久々に、まあ、野見らしいらしさというか、はい、が出たピッチングだったんじゃないですかね。野見投手なかなか長いイニング投げることが最近なかったんですが、そのあたりはいかがですか。まああんまりちょっとね、早い回からノックアウト食らったりとかことがあったんですけど、まあ結果的にゼロに抑えたわけですから、球数も少なくて、だからもう最後まで行かそうということでね、まあ良かったですね、はい、中継ぎが休めたんでね、はい、そしてバッター陣は4回10安打9得点、こういったビッグイニングもなかなかなかったですが、こちらはどうでしょう。いや今季初じゃないですか。まあ原口が5打点ですか、1イニングでね、まあ本当にあのスリーランも大きかったですしね、2点タイムリーを本当、打撃でね、本当、まあ守りでも今日完封ね、キャッチャーでしましたけど、助けてもらいました。まあ、この3連勝バッター陣がしっかり打てている印象があるんですが、要因はどこにありますか。いやー、片岡コーチの手腕じゃないですか。はい、聞いてみてください。今日は投打以外にも守備でも最後も打球が飛びました。ショート北条の内容はどうでしょう。最後ちょっとね、こう刺された感がありましたけれど、やっぱ大和とちょっと迷ったんですけれどね、まあ、ちょっと思い切ってね、初ですかね、1軍でショート、ちょっとドキドキしてましたけど、まあ、一応無難にやってくれました、はい、これからもショートというチャンスもあるかなという形でしたか。そうですね、やっぱ鳥谷がね、ある程度普通の状態って言いますかね、戻ってくるまではね、ちょっとまあ北条とか大和、まあ、2人でね、なんとかショート、守ってほしいですね。これでゴールデンウィーク以来3ヶ月近くぶりの3連勝で、明日勝てば今シーズン初の4連勝がありますが、どんな内容に期待しましょう。いや、もちろんこの勢いに乗ってね、やっぱり1年間戦っていく中で勢いっていうのはやっぱ大事ですから、やっぱりそういういい意味のモチベーションを高めてね、波に乗っていってほしいですね、はい、ありがとうございました。金本監督でした。